ライフ教。おはようございます。おはようございます。知床峠やばい、何も見えねえ。これまだマシになった方で、いや今日は雨の中からこもろっか。昨日お風呂入ったしね、こもって映画見るか。今日は車内完結展にしよう。お湯沸かしてさ、お茶作っちゃいな。バンライフ教。マジしてるけど、クマと遭遇しねえかな、カメラ回してる間に。見えたね、めちゃくちゃ運がよく。で、上の小池に来てみたけど、道悪すぎてマジ帰りたい。もっとアクセスしやすくして、穴埋めるとか。こんなとこでスタックしたら最悪や。熊の餌食や。二度とこん。あの、いや、そうかな。そうだね。うん。めちゃくちゃ濁っとる。行ってみようか。絶対クマいるよね、ここ。なんかいろいろか。神秘的だね、青くて。加工してくれ、これ青に。こっちは間違えてたわ。1万2千トンって1日水湧き出てんだって。うん、すごいよね。もうマジで二度と来ない。壊れる車が最後の難関。テシカガのマシューコの道の駅行くんだけど、テシカガラーメンが有名らしいから食べに行く。
今日朝から何も食べてないから。怖い、この道路。先が見えない。未来にワープしてる。バンライフ教。心臓ドキドキする。マジで今鹿引きそうだった。いやさ、だって俺らこう進行方向じゃん。で、右車線にいたんだけど、右車線から車来たから対向車で、鹿の野郎さ、突き抜き。これやな、鹿の事故って。でかかったよな。でかかった。俺絶対引いたと思ったもん、今。あ、もうぶつかるって思った。あいつめっちゃ転んでたけど。転んでたから当たんなかった。あー、心臓痛。おい、安全運転してくれなきゃ助手席で仕事してんねん、こっちは。おい、安全運転してくれなきゃ助手席で仕事してんねん、こっちは。おう、安全運転してるじゃないですか。あんな仕事集中できねえよ。いや、安全運転してんの、いきなりあんな霧の中鹿が出てきたらびっくりだって。しかも道路の反対車線にいたのにこっち突っ込んできたんだよ、一瞬。いや、あれぶつかったらなかなかの衝撃だと思う。エアバッグ出ると思う。いや、やだ、無理。エアバッグ出てきたらしまえんの？しまえない。え、そうなの？ここ有名らしいね、手鹿がラーメン。美味しそうなチャーハン。うん、うまい。うまい。ニンニクです。いただきます。いや、ピント合ってるから、ユーチューバーみたいなやつ。うん。醤油です。こちらでお気をつけください。醤油って感じ。煮干しって感じ。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、トイレどこ？トイレあそこ。遠いな。バンライフ今日。おはようございます。めっちゃ天気暑い。湧き水なの？井戸水だ。井戸水？じゃダメじゃない？井戸水っていうか地下水。そうだ。流し込むみたい。寿司がもうビビって水の音で。電車。びっくり、ガチの。あれでバンライフしたら最強だろうな。どこでも行けるぜ。道の駅。足湯温泉。ありがとうございました。足湯が20時間。で、後ろの天然の地下水、湧き水、飲める水っていうのが24時間。最高でしたね。昨日、極寒だったのでめちゃくちゃ暑かったな。あ、え、昨日寒かった？あ、寒かったね。ここいいよね。俺ここ好きだわ。駐車場も広いし、第1、第2、第3だって。公園もあるし、水も。第3もある。うん、で、水も汲めるし。とりあえず、くしゃろ湖の周りに、こ
混浴の露天風呂が3つ4つあるらしいんで、無料の野党屋ね、まあ野党イコール混浴になっちゃってる。そこに行って2日ぶりのお風呂に入ります。俺ら貧乏旅行金ないから。あー宝くじ当たんねえかな。あああ、サマージャンボ抽選発表日や、当選だった。もしこれで当たってたら、もうこの動画はこの動画が出てるイコール宝くじ外れたってことやな。みたいに言うのやめて。更衣室が一応あるので男女、ただ混浴になっちゃいますね。わー、湖まんまや。何その手。露天風呂入ってここの湖すぐ入れんの最高じゃん。ここで、ま、露天風呂そこ。乳首のポッチが見える。トノブ。これ2番人気だったっけ。うーん、そうやね。かわいいよ、それ。すごく。入ろう。すごいね、温泉出てんだね。だってなんか虫いっぱいんだもん。暑いやろ。暑いんや。早く入って。タオル濡らすなよ。うるせえな。おい、ねえ、いきなり撮んのやめて。びっくりしたんだけど。気持ちいい？俺もう湖入りたい。あの全裸で湖禁止って更衣室に書いてあった。何その左手。トノブ。いや、下より顔隠してや。今日は天気いいからね。温泉より湖やね。はい、めちゃくちゃ気持ちよかった。次、はい、次どこ。池の湯温泉。
クシャラ湖の周りね、めちゃくちゃね、無料の野湯があって温泉湧き出てて、クシャロね、クシャロ湖。しかもさっきのもそうだけど、温泉入って目の前が湖だから、暑くなったら湖で整える。ただ書いてあった、全裸で湖入るのは禁止って。だから水着で入る。次水着だったら温泉入って湖で泳いで温泉入ってって、こうサウナ水風呂みたいなのできるんだよ。いや、なんかすごいルイちゃん、水に近づくとテンション上がるけどさ、私水嫌いだから、そもそもね、そんなあの湖入りてっていう気持ちない。トノえ、最高やん。誰もいねえよ。誰もいねえから最高やん。一応脱衣所あるね。本当やな。あ、湖に流れ出てるわ。ってことは湖またあったかいんやな、あそこも。熱っ、あったかいわ。すごい、湖に出てる。あった、最高。なんかぬるい。え、ここ最高やん、クシャロ湖。なんかアトピーに効くらしいよ。お前レベルになると更衣室使わないんやね。ちょっとかっこいいやん。手離していいよ。動かないで、あんまり堂々としてるじゃん。動くなっつってんの。最高、ここマジで。これはおすすめですよ、皆さん。ああ最高すぎました、ここは。普段のは有名みたいだけど。あ、そうなの。うん、全然ここの方がいいよな。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで看板も出てない。知らない人は来れないか。そうだな。ぐるっとパノラマビホル峠。うわ、見て、びっくりした。左見て、でかっ、湖。クシャロ湖、これか。
めちゃくちゃ美味しそう。今日ちょっと豪華やね。うますぎる。うん、マジで絶品だわ。おかつくがいい感じ。なんかおかつくスパイス合うよな。うまい。娘ちゃん、はい、この時間になりました、はい、夢を買いましたよ。発表お願いします。一等15組です。16組しかない。じゃあ組関係なく2等178805。次、3等下3桁115。下4等下2桁87。78。5等下1桁3番300円。はい、 YouTube 頑張りましょう。1等15組。YouTube 頑張ろう。夢なんて買わねえよ。年末ジャンボにかけよう。次は夢なんて買うもんじゃねえ。つかむもんだ。
ね、クッシャロコ。クッシャロね。クッシャロコ。あのさ、真ん中の島売ってたらどうする？あれ？すごい空が、なんか雲が。めちゃくちゃ綺麗やな。雲がなんか、ヒュン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 。ちょっと写真も撮ってほしい、これ。ここですよ、オンコチシン。うわ、なんかすごい良さそう。めっちゃ良さそうやん、コット。ありがとうございます。バイバイ。この辺全部硫黄臭いよね。うん、見てよあれ、煙出てるし。ああ、売ってる売ってる。いくら？分からん。1,500円。鹿の角買っとるやん。立派なの取ってきたね。